リクサ・ボレスワブブナは、ピアスト家出身の女性。三度の結婚により、二度スウェーデン王妃となり、また、ミンスク皇妃ともなった。リクサは、ポーランド皇、ボレスワフ三世と、その二度目の妃サロメホンベルクシェルリンゲンとの間の、娘である。非常に美しかったと言われている。ポーランド皇、ボレスワフ三世は、ポンメルン皇・バルティスラフ一世に対抗するため、 デンマーク王ニルスと同盟を結んだ。同盟を確実なものとするため、ボレスワフ3世の娘リクサとニルスの長男、マグヌスとの結婚が決められた。結婚式は1127年頃にリーベで盛大に行われた。リクサはクヌーズとニルスの二人の息子を設けた。母方の祖父インゲ一世の継承者として、マグヌスはスウェーデン王位を要求した。 1125年に母のいとこインゲ二世が死去した後、イエーアト族によりベステルイエートランドの王として認められ、リクサはスウェーデン王妃となった。しかし、マグノス一世の支配は、イエーアト族の北部のスウェーデン族には受け入れられず、ラグンバルドを新王として選出した。サクソグラマティクスによると、ラグンバルドはマグノスの支持者により殺害され、 マグヌスがスウェーデン王としてその領土も手に入れたという。しかしその後すぐに別の対抗者、スベルケル一世が現れた。スベルケル一世はエステルイエートランドに勢力基盤を持っていた。リクサと夫マグヌス一世はスウェーデンよりもデンマークに基盤を持っていた。重慶帝シュレースビヒコクヌーズレーバートの人気と神聖ローマ皇帝の指示に危機感を感じ、マグヌスと 父ニルスはクヌーズと対立し、1131年1月7日にマグヌスはクヌーズを殺害した。クヌーズのイボ帝エイリクはニルスとマグヌスに対し反乱を起こしたが敗北しノルウェーに亡命した。そこでエイリクはノルウェー貴族を説得し、神聖ローマ皇帝ロタール三世はニルスに対し報復のため遠征を行った。マグヌスがデンマークで内乱に 一杯であったその間の間年頃スベルケルはスウェーデン族にマグヌスを敗位させ王国を再統一した。ニルスはホテビクの戦いで敗北し、マグヌスは戦いの間に殺害された。ニルスはシュレースビヒに逃れたが、そこで1134年6月25日に民衆に殺害された。カフとなったリクサは二人の息子をデンマークに残し、 ポーランドに戻った。ポーランドに戻った後、トーボレスは不賛水は、リクサの再婚を決めた。1136年6月18日、リクサは当時ポーランド宮廷に亡命していた、リューリク家のミンスク公、ボロダリ・グレボビチと結婚した。この結婚は、デンマーク及び強大な、キエフのモノマフ家に対抗するため、ミンスクとポーランドの同盟を確かなものとするための、 ものであった。この結婚で、リクサは二人の息子、ウラジーミル、バシリコと、娘、ソフィアを設けた。1145年頃、モノマフケは、流ク家の中での覇権を失い、ポーランドミンスク間の同盟の政治的な利点が、なくなり始めた。これが、リクサとボロダリの結婚の解消の原因となったと、見られる。リクサは二人の息子は、夫の元に残し、娘、ソフィアと共に、 ポーランドに戻った。ボロダリは、その後再婚せず、1186年頃に死去した。その後1146年に息子クューズ5世が、デンマーク王となった際、リクサはデンマークに移った。1148年頃、スベルケル一世の日で、リクサの義母であったウルブヒル・ホーコンスだったが死去した。その後まもなく、スベルケル1世は、リクサと結婚し、 リクサは、娘ソフィアと共に、スウェーデンに移った。リクサの最初の夫マグヌス一世のイエートランドの支持者の支援を受けて、リクサと結婚したとみられる。この結婚で、リクサは息子を設け、リクサの父ボレスワフ三世の名を取って、ブリスレフと名付けられた。1150年、リクサの長男ユランオーク・ヌーズモセイは、シェランオースベン三世によって、デンマークから追放され、 スウェーデンに亡命してきた。こうして、スベルケル一世との結婚で、リクサはクヌーズ5世を助ける機会を得たが、このために、リクサは、スウェーデン王と結婚したとも見られている。翌1151年、クヌーズは、ザクセン公ハインリヒシ公及び、ブレーメン大司教ハルトビヒ一世に助けを求めたが、スベン3世の軍に敗れた。メルゼブルクで行われた。 帝国議会において、ドイツ王フリードリヒ一世の仲介により、この紛争は解決した。クヌーズ五世は王位を放棄し、代わりにシェランに領地を与えられ、スベン三世がデンマーク王となった。この決定の後、クヌーズ五世とクヌーズレーバートの息子バルデマーは、スベン三世に対し反乱を起こし、スベン三世は1154年に追放され、クヌーズ五世とバルデマーは、 デンマークの共同統治者となった。1156年、クヌーズ・ゴセは、スベルケル一世と、ウルブヒルとの間の娘ヘレナと結婚した。その結果、リクサは、自身の息子の義理の母ともなった。この年の高誕祭の日、スベルケルは、別室会に殺害された。クヌーズ・ゴセはこれを聞き、母リクサを慰めるためスウェーデンを訪れ、1154年、 ゴロからバルデマーと婚約していた、イフ妹、ソフィアをデンマークに連れ帰った。ソフィアとバルデマーの結婚は1157年に行われた。この年の8月9日、クヌーズ5世はバルデマー及び、スベン3世との会談の際に殺害された。1158年には、エスロム修道院の修道士となっていたとみられる、リクサの次男ニルスも死去した。 リクサが埋葬されたと見られているアルバストラ修道院の遺構リクサはスベルケル一世の殺害時には生存していたことは分かっているがその後と没年については不明である息子ブリスレフは1167年以降にクヌート一世に対してスウェーデン王位を請求したブリスレフであると言われている1169年の文献によるとボレスワフは もう一人の戦勝者コルト協力したたかったが敗北したという。ボレスワフはクヌート一世の家臣に殺害されたか、1173年以前にデンマークもしくはポーランドに亡命したと信じられている。しかし中世のスウェーデンの系府では、コルトブリスラフはスベルケルとウルブヒルとの間の息子、ヨハンの息子とされている。もしそうであるならば、ブリスラフは、 ボレスは不賛世と血縁はないにもかかわらず、祖父の二度目の王妃の一族から名付けられたことになる。ただ一つわかっているのは、ブリスレフの遺産は、イフアネソフィアが相続したということだけである。デンマーク王バルデマー一世と結婚した娘、ソフィアの実が、クヌーズ四世、バルデマー二世や後のスウェーデン王ヒリキサなどの陸佐の着室の孫を設けた。 スウェーデン王マグヌス一世との間の子女ミンスク公、ボロダリグレボビッチとの間の子女スウェーデン王スベルケル一世との間の子女。ありがとうございます。